グランデコスノーリゾートは、福島県北塩原村にある西東ずさんの四方で、ある西大板垣の南斜面側に広がる東急、不動産系のスキー場である。福島県北塩原村にあるスキーリゾート施設で、東急グループの東急リゾートステイが運営している。裏バンダイグランデコ東急ホテルズが併設されており、スノーアクティビティのみにとどまらず、リゾート地として利用できる。 ホテルに隣接して約 2km のクロスカントリーコースが設置されている。名称の由来はデコダイラという現地名が名前の由来。1992年に開業。総合保養地域整備法適用第一号となったアイズフレッシュリゾート構想の一つに基づいて建設された。2003年に東急不動産に移譲され、現在は東急リゾーツステイが運営。 総面積58ヘクタール。最高標高が1590メートルと、このエリアでは最も高く奥行きのあるロングコースを用している。作動はゴンドラとフード付きのクワットリフトであり、風が強めの日でも風による寒さをあまり気にせず乗車することができる。夏季にはゴンドラリフトを利用し、トレッキングコースなどを営業している。 また紅葉する周期にもゴンドラの運営を行っている。コース数は10、リフトは5機。ありがとうございます。